王様も人間だから、それを選んだ理由はあるし、理解できることなら理解すべきでは。己の主張ばかりゴリ押しされても困る。それ、お察することができず自制もできず、それは、罰せられても無理もなく。その時、自制して引き下がる人々。最後は、とは、言うが、現状、自分もまだ、何かなした？そういうわけでもなく。傍から見たら、なんで過長期にわたり不幸に陥った人、でしかないわけで。この区域は、正当、なのか？ともかく現状、創作は必要だ。それを実感的には理解せざるを得ない状況ではある。希望を語るわけでも、ないが。まだ、気分的には安定していて。気分的には悪い状況でもない、理屈の正しさではある、はずだが。ただ、もっけい、あまり気分の良い比喩ではもちろんない。ストリードの連携それは強固だ。紙の防壁の中で。